ゲベルバルカルは、スーダン北部にある高さ98メートルの大山、ハルツームの約400キロメートル北にあたり、ナイル川の屈曲部沿いにある。紀元前1450年前後に、エジプトのファラオトトメス三世がこの地方まで領土を広げた時には、ゲベルバルカルを南限とした。そこに彼は、都市、ナパタを建設したが、300年ほど後に、ナパタが、 区首のエジプト第25王朝の首都となった。ゲベルバルカル周辺の遺跡には少なくとも13の神殿と3つの宮殿が含まれる。それは1820年代の探検家の記録でヨーロッパにも知られていたが本格的な発掘調査はジョージ・レースナーの登場を待つ必要があった。彼は1916年からハーバード大学とボストン美術館の共同発掘隊の下で調査に当たった。 1970年代には、セルジョ・ドナドーニを責任者とするローマ大学の調査隊が発掘を行い、80年代にはそこに、ティモシー・ケンドールを長とするボストン美術館の調査隊が合流した。アモン神殿神殿平面図2003年に、周辺のナパタ地方の遺跡群と共に、ゲベルバルカルとナパタ地方の遺跡群として、世界遺産に登録された。ゲベルバルカルにある、 アモン神殿のような大神殿は、地元民から申請しされていたとみなされている。ゲベルバルカル登録面積は121ヘクタール。干渉地域が40ヘクタール。エルクル、エルクルには、区首のナパタ文化記の墓所遺跡があり、34基の墓には、王族の墓も含まれる。レースナーが発掘した、登録面積は4.5ヘクタール。干渉地域が6.5ヘクタール。 ヌリヌリにもレースナーが発掘したナパタ文化期の墓82基がある。登録面積は17ヘクタール、干渉地域はなし。サナムサナムはメロエ市内にある墓所遺跡で宝物と呼ばれる建築意図未解明の巨大建築物も,もある。登録面積は20ヘクタール、干渉地域はなし。ズマズマはメロエ文化末期以降の墓所遺跡だが、発掘は不十分である。 登録面積は20ヘクタール。干渉地域はなし。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ザ・ニジュゴス・ダイナスティ・ヌビアン・キング・ピー・エレーター、グレイトリー・イン・ダーゲド・ザ・ニュー・キングダム・テンプル・オブ・アムン、インディス・シティ・アンド・イレクテッド・ヒズ・イヤー・ニジビクトリー、ステラ・ウィズ・イニット、ありがとうございます。